カットしてるね。そう、火つけてこそのめっちゃ綺麗ですよね。イルミネーションというか、無事到着。一回海老名行く？サービスエリア。食べ物があんまりない。うん、ちゃんは車でお留守番？お留守番。まあいいか。ちょっとささっと買ってこよう。うん、よいしょ。2週連続や。先週よりはあったかな。うん。全然寒かったから、うん。すごいよね。サービスエリアの中にスーパーだ。うん、面白い。よし。今日も電子レンジを使おう。この間からブルブルそのままか。あ、まだでも 91% あるね。はい、割と正常石井でいろんなもの買ってきたね。北陸名産笹寿司と、あとサラダと、あとうずらと、あとサーモン。サーモン、これはサラダ乗っけちゃうってことでしょ。そう、なんかオリーブオイルと塩とかにしよう。本当はカルパッチョで食べたかった。あ、じゃあママそれはそれで食べるよ。じゃあラザニア、いただきます。はい、でかい。サービスエリアでノンアルは売ってないから小瓶で買ってる。そうなんだ、意外じゃないんだ。乾杯。初めてだから少し大変。昆布が入ってる。これご飯の量が多い。あ、そういう感じなんだ。笹の香りがすごい。なんだ。確かに。なんだか。これはごちそうさま。はい、ふーちゃんの隣だ。ふーちゃん、そういえば歯抜けたんじゃなかったの？歯抜けの奥にしっかりゴシゴシ磨いて、そしたらもう寝れるよ。あ、全然大丈夫。醤油垂らしたらもっと美味しい。サバも食べる。パパ結構好きなの。ママあんま得意じゃなかったな。パパね、嫌いじゃないし好きなんだけど、唯一難点なのがこの大きさで一口食べれないじゃん、寿司みたいに。でもさ、かといってカットできないんだよね、これ。いいとこに来ちゃってて、魚が。味は好きなんだけどね、ちょっと食べづらい。よし、ジョイちゃんおやすみ。よし、おやすみ。8時じゃあ8時起きる。じゃあおやすみ。ここでしょ。どれにする？いただきます。はい、どうぞ。うん、皮がもちもち。もちもち。
入れ僕クレープ。リンゴ飴。買ってみたかったリンゴ飴と成城石井でクロワッサンパン。ママたちはそれ食べる。うん。ママチョコにしようかな。成城石井があるの面白い。ね。パーキング。サービスエリアか。さあ今日これ食べて移動してまた宝くじ場に行かなきゃいけない。駐車場空いてりゃいいけどね。空いてなかったらまたこの間と同じハンマーヘッドに入れちゃうから。リンゴ飴。カットしてるね。そう、だから食べやすい。めっちゃ割れてる。キラキラしてる。ういちゃんのなかなか減らないね。タピオカの次はリンゴ飴なの。そう。いろいろあったよ。シナモンとか、ほうじ茶とか、味が。こっち側も、あ、夜空いてんのかな。あんま見なかった。でもやっぱあれか。大型が多いんじゃない。パック系が多いか。で、今日、この間行けなかったパーキング、ダイエーパーク横浜か。入れるんだけど、多分、上限があるの、そこ2000円ぐらいか。2200円ぐらいだったかな。安いから、普通に安いから、普通の人も当然来るから、意外とね、熾烈な争いっぽい。そこが入れれば、1日気が楽。その、大桟橋がね、有名な話だけど、キャンピングカーダメなんだよ。でもね、みなとみらいってね、キャンカー LG いっぱいあるのよ。だから多分あんまり相性良くないんだよ。キャブコンはあんま向かないんだから。ハイエースはワンチャンいけるから。まあとりあえず駐車場探しだな。キュッと向かいましょう。ランドマーク駐車場も大体空いてる。大体空いてるけど、マジで金額やばい。昔はエグかったです。ほらほら、ゴンドラね、乗ったことはないけど。乗ったら往復しなきゃいけなくなっちゃう。そうか、こっち側なの。ワーボー側か。駐車場、ダイエーパーキングっていうのパパ行ったことないんだけど、ここを回ったところに、あー懐かしい、日本通り。で、これを右に曲がる。最大2500円。あれ奥空いてるね。空いてる。聞いて書いてあるね。うん、あ、じゃあいけるね。全体的にこの辺は全部近い。超低い。そう、これだったら横幅いける。よいしょ。入り口狭いな、ちょっと狭い。まあ入っちゃえば大丈夫かな。出やすいとこの方がいい。よし、とりあえず止めれたから。寒い。意外と寒い。いやいや、ね、風がね、風が寒いね。日が出ると暖かいんだけど。まあ先週よりかは全然いいね。そう、先週これプラス雨だから。うん？警察署だよ。神奈川県警ね。行けばよくテレビで出てくる裁判所とか出てくる。ああ。ヤシの木あった。本当だね。そうで、このまままっすぐ行けばそのまま大桟橋じゃん。で、窓拭く。で、10年ぶりくらい。うん。どうだろう。大桟橋は来てないんじゃない。でもさ、象の花パークとかだって最近じゃない。割と昔なかったじゃん。昔っていつ。10年以上前。いや、あったあったっけ。
分かんない、もう10年の時が薄いからな。20年前はない。あ、そうそう、この通りね。ママ結構この辺の通り好き。この辺は変わらない、ずっとこの店も一緒。あ、そうそう、あそこも止めれるんだよね。セッター。そう、ただあそこが上限なしだから、行きどんどん行っちゃうやつ。あ、上限ないんだ。そうそうだ、うーちゃん生まれる前の話、昔昔の話。なんかこの辺のあれもあんまり店は変わってないかもしれないけど、雰囲気はこのままで。あ、空いてたね、あそこ。あの駐車場だよ、あの空きって書いてるやつ。あそこもキャンカー入りそうだった。上限なしだからずっと行っちゃうけど、まあ目の前みたいな。夜になるとこのなんかよくわかんないやつ光る。ああ、このなんかあれね、ボードみたいなやつね。夜綺麗だよ、この。なんか紫色に光ってる。うーちゃん初めて来たっけ。うーちゃんお散歩したはずかもね。あ、あれじゃん、マリンビーチ。あ、じゃあそこにあるでっくりある、あれ、ご、あれ、あの中でご飯食べてる。昔、昔の話ね。ハッピーバースデーって言われながらケーキ運ばれてね、あれ乗ったよね。そう、あれどっから乗ったんだっけ。あそこからだったんだっけ、同じところ。あ、でも言われてみればそうだな、赤レンガに止めた記憶あんだ、なんかディナーを食べてる。めっちゃ寒い。ママが予約してる。一生に一度で終わったやつです。無職なんで。大桟橋は、うん、港未来の景色を一望できるので綺麗なんですよ。そうそうそう。夜になるとイルミネーションがあるからね。イルミネーションというか、12時ぐらいまではコスモもついてんだよね。なんかさ、展示ホールなんか行かないから分かんないよね。階段みたいな。あ、それは昔なんかさ、ここでさ、写真撮って、うん、それこそ10年ぐらい前に撮って。ゴミはもしかしたら今画面の左側に出てるかもしれない。見てない。ペッて出てるかもしれない。あ、やっぱそうだ、大桟橋ホール。何気に中入るの初めてかもね。あ、やっぱそうだね、そっから入るんだね。ここにお母さんかな、一人ぽつん。あ、でもすごいね、こんなにちょっと想像よりも大掛かりだ。どうも父さんっぽい。わからん。あれだよ。あ、そうかも。不審に迫ってきたけど。あの、なんか一番風が来なさそうなところに。あのぼっちです。おはようございます。おはようございます。お願いします。今日、ともさんと。入り口まあまあ待ちます。まあまあ待ちますよね。めっちゃ入り口待ちますね。え、つく結構広いっすね。広い。あ、そうだよね。だって思ったより広い。先までさ、このホール。これ、あ、これ取っと。本当だ。北陸ないっすね。新潟？新潟があれか。これ？あ、これあれじゃないの？これあれじゃないですか、この例の。そうです、そうです、そうです。あ、あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ついにもう見れるんですね。千葉太郎君の世界観を映像で見て、ちょっと座ろう、ここで見るんで。あれがあれじゃん、あれ例のトレーラーですね。例のトレーラー今開けてる状態なんですけど、どういう風に開閉するのかっていうのをこの後すぐやってみたい。あれか、あれだ、あれだ、あれだ。あれが今開いた状態ってことでしょ。開いた状態。あれがでも半分個になるんだね。面白い。外観で私だけ。Thank you.
きいよ。いや、バンクベッド広い。どう？広いです、広い。登れた。一番奥だとこんな感じ。あ、結構奥行きある。奥行きあって、膝立ちしても全然余裕な。ふーちゃん立てる。ふーちゃん立てるじゃん。あ、ふーちゃん立てるじゃん。120センチのふーちゃんでも全然。あ、すごいすごい。そうね、これ入り口のところはロールアップしてるんでしょ。あ、そうだね。普通にやっぱテントみたいになると。なるなる。両サイドもそんな感じで。下にね、ロールアップされてる。どう？網戸になってる。うん、バンクと一緒、バンクと一緒。さあさあさあ、さあさあさあ。こん中にさ、ギアを詰め込めるってことでしょ。そうだよね、もったいギア詰め込めるじゃん。意外とコンパクトで、こんなもん思ってるか。コンパクトで、当然これ牽引もいらないし、牽引免許もいらないし、高さもそんなに155だけない。うん、締めちゃえば多分これくらいなんだ。そうそうそう、意外とコンパクト。まさかの開閉を、はい、特別にやらせてもらえるという。めちゃん、ママがあれ折りたたみするらしい。そうです、特別に。まさかのやらせてもらえる。メディアパワーを全開に使う。やっちゃう。見てもらっちゃう。いいよ。あ、結構重たい。あ、滑るの。あ、まあでも全然ママでも上がる。あ、でそこからはその微調整的な感じでやる。これで完成。ぐーちゃん、こっちおいで。そんなでもないん。あれ、そこが難しいとこじゃない。補助が、補助が、ちょっと確かに普通は何回かやれば。すいません、ありがとうございました。慣れる、慣れる。お買い求めいただいて慣れる。そんなに重たくないんだ。そんなに、まあ、確かにめっちゃ重いかって言われたらそんなでもない。重量はそんなでもないんだ。ただちょっと引っ張るのが、まあ、怖いよね。そうそうだね、自分のじゃないから余計にそういうことで、ゴンとはいけないから。慣れるまでは確かにめっちゃ高い、うん、そうかもしれない。締めるのは全然ね。ああ、締める方がね、うん、開けるのがちょっとコツというか、慣れが必要。コツいるって言ってたからね。そう、さっき言ってたわ。まだ1回目だから私。1回目だ。めっちゃアピールする。1回目だ。そうか。そう、もう見てるから。
がずっと近くで見れるんで、綺麗な色で。4面ありますね。あるんですよ。ああ、すごいね。めっちゃ広い。これはすごい。じゃあこれで4方向の机が伸ばせる。広い。なんか思ってたより広くて。これはインナーがつくってことでしょ、ここに。ちょうどそこにぶら下がってるところ辺に。あ、これ？で、これ両側に行くんですか？どっちでも。あ、どっちでもつけれる。はい。イメージこんな感じです。あ、はい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 。あ、じゃあ右側にこっちにつけるか、うん、こっちでも OK。 すごいな、これめっちゃ広い。すごいね。こうやって見るとめっちゃ広い。逆立派。火つけるとすごいでしょ。でも確かにこれ火つけてこその。そう、そうなんですよ、ね、火つけてこその。めっちゃ綺麗ですよ、これの木は。ええ、あ、ライトじゃない。リゲルを買うとついてくる。そうなんです。で、あれが単品では売ってないんですよ。そう、なるほど。これ買わないといけない。そう、これが欲しければこれを買うし、学生の人が分かるんですよ。これは。なるほど、なるほど。持ってる人にしか分からない。なるほど。めっちゃ広い。いや、いいな。これちなみに実際炊くじゃないですか、はい、このギリギリのこの角隅とかにいてもやっぱあったかい。あったかい、あったかいです。あ、そうっすよね。本当にめっちゃあったかかったっすよ。いや、そうっすよ。だってこんな近くにあって、テントの中にこれだけの火力があれば。二重だってね。うん。あ、そうか、これはインナーが入ってるのか。インナーっていうか二重になってるの。これ TC 素材。あ、コットン。煙突がすごい。目立つ。これ要は中身ですよね。そうです。あれ、これの中身ですよね。そうです。ストーブがない状態。そうですよね。あ、そっか。フライシートが TC。そうです。これちなみにこれを買うと、はい、これはついてくるんですか。もちろん、もちろん。この中が、あの中がこれなので。そうですよね。はい、で、いよいよ意味としては、冬も丸々ストーブを楽しみたいなっていう人はあれを購入いただいて、で、夏もこのまま利用できますよ。ああ、一年中使えます。ああ、オールシーズンで使える。すごい、7メーター。さっきのもこれぐらいってことですか？そうです、そうです、そうです。4人まで。あ、ちょっと。思ったより広い。広い、うん。そうか、これあれが抜いてあるからですね。焚き火が、焚き火っていうか、あの薪ストがないと。確かに、ここにあるだ。夏はこういう感じで使えるとかですね。そうです、そうです。そうか、ここ開放するんですね。はい。だからさ、ここで、ここも使えるんだよね、ここも。そうですね。ほら、これが上がるじゃん。うん。すごいね。広い。全然立てるもん。そうそう。意外とやっぱテントはね、立てれる方がいいよね。うん。あ、ちょっとじゃあ低い。そうです。ですけど中に入ってる。そんなに違和感は。そうですよね。そんなに低くないですよね。多分全然余裕で立てて、多分160センチぐらいの人でも余裕で立てられる。いいな。結構なんかでかくない？でかい。え、じゃあ中のさ、テントどう？いい感じ？いい感じ。どう？ちゃんとやばすようと思って。まあ、高いやつ。夫婦2人だったら余裕だし。あ、そうだね。夫婦2人は余裕だね。いいよね、これ全部。パパには確かにちょっと入り口が低い。あ、入り口が低いんだ。入り口が低いな。あ、そうだ、入り口が低い。でも中は結構高くて思ってる。あ、そうだ、立てたの。立てたの。うん、パパとウイちゃんでも立てた。立てるとこもしない。うん。これは去年出したね、ゼッカ。立ててるの初めて見たかもしれない。あ、そっか。売ってるのは見たことあるんですけど。これも広いですよね。これも広いです。このリビングシートは専用ですか、これ。いや、単品で売ってます。あ、じゃあ組み合わせで、はい、あ、2枚ですよね、これつけて。そうです、そうです。で、インナーがこっちに立てるんですね。はい。で、こっちにもつけられます。あ、そうなんですか。オプ
ションで。へえ。こっちもインナー入るんですね。あ、面白い形。なので、うん、2家族でそれぞれ、そうですよね、真ん中でみんなでっていう使い方。ああ、なるほどなるほど。僕なんかは基本的に家族で行くときは座敷スタイルなんで、基本的にこれこういうスタイルで。ああ。大人だけだったら全然椅子とかでいいんですけど、そうですよね、子供がいるとなんとなく、うん、座敷スタイルの方がやりやすいな。これ、ロープがないんですよ。え、どういうことですか？ロープがない。バンドに刺してやるだけなので、ガイドロープをもう一度貼り直す必要とかはない。ロープレスっていうところの構成。めっちゃ楽。広げて、あれですよね、ペグのとこにこれを縫う、縫うっていうか、つけるだけでいいですね。これが一番好きですね。会場中央を下に行きまして、で、立ち上げるときだけ、まあ、まあ、タープと一緒ですよね。この後、13時より会場中央コーナーで行きまして、スノーピークカルチャーラジオによるスノーピークズ。あ、これ、あれですか、例の。例の。例のあれです。去年見た。去年見たやつ。これ昨年、アンカー展示会コラボしてた。モックなんで、電気がつかないんですよ。なるほど。はい。雰囲気だけ。あ、そういうことか、はい、本当はつくんですね。本当はもちろん、もちろん今日はモック、今日はモック。これでもすごい、携帯がこれは何、どう、あ、これを頭をこれに付け替えるっていう、このまんまこのくるくるしてここの頭にくっつくっていう、そうですね、この状態ですね。あ、はず下からでもなんか多分線突っ込んだりとかできますね。ですね。へえ、いや、いいっすね、こういうの、こんなの線、これおしゃれです。キャンプシーンには馴染みます。超いいし。で、バッ、もうバッテリーですもんね。そうですね。うんうん。これなんかスタッキングできる。限定ができるんだけど。あ、だからこれ横から出るんですか。へえ。全体が、はいはいはい、だからこういったと、マシン用に竹馬が。あ、じゃあこの小さい穴から出てくる。そうですそうですそうです。ここから出ます。なるほど、それができるからこういうのが使えるんです。そうです。若干この鉄板多分出ますよ、はいはいはい、隙間が、はい、その副車は平気なんです。あ、大丈夫です。これいいっすよ。それは縦に、一度縦にこれ欲しい、めっちゃ欲しい。これそうするとあとはもう縦型なので、まあ、お魚とかお肉とかをやって、キノコもあんまりバーなさそう、うん、いいな、これマジで欲しい。あ、ちゃんと頭に出るところが色ついてるんですね。なのでいやね、確かにそうなんですよね。ペグ使うとき、ここまでやるといいよっていう目印になる。あ、これが目印か。そう、高度、高度の名前によってるのか。そうなんです、はい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 、刺さったときに、この角度でここまで入れるとベストだよっていうことを、はい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 、伝えるために今回ちょっと色をつけてみました。こうやって外れるやつは？あるよ、それ。あるの？あるあるある。いろんなとこで、されてて。それでもあれだね。使うやつ。まだまだ、ね、この回で。もう一つのやつ。やる。IGT。普通の IGT。あ、そう、エントリーじゃない。なぜこれを、で、ジャスカーが、ガムタイに、ゴミが、ジャスカーが、ゴミが、で、一旦これ、溶かします。サムヤカの、引っ張り出して、足を下げて、ちょっと正しいんですけど、で、やってる間に、何も面白く、こういう方面が向かってない。まあ、方面が恐れば、この数は、これは勝手な人だったら、わかりやすいんですけど、前回は昔を持ってたんですが、それを、いろいろと、これ、パリとメッキとかを合わせて、僕たちが作ってくれて、このサイズ感には。結構バラバラですね。こんなになっちゃう。あ、これもみんなそうか。これもみんな同じってことですよ。そこは共有なので、このセットで買ってもらった後に、はい、やっぱり長いの欲しいなってなったら、これだけで買い出せるんですよ。あー、な、この部分。はい、その部分だけ買い出せます。この中身、ここは今までのあのプレートと一緒ですか？一緒です、はい。これ何枚分くらいの？これで3ユニット。これで3ユニット。はい、で今バラシャが2ユニット。これだともう1個長い。もう1個長いです。これいいな、4マス。
長いやつ。これ4マスの方が良くない？おかしいよね。これは何ですか？ここが何も使えなくなっちゃうんで。あ、下に。なるほどなるほど。これも新商品。これ新商品。このセパレート離れるやつは今回の新商品。あ、これまだ出てないです。まだ出てない。ちなみにこれいくらぐらいなんですか？あ、これか、サインセットでこの価格で、はい、バラがこれ、はい、レールだけ買い足するとこが高い。はい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 。あ、長さは後で買えるってことですね、はい、あ、これ何ケースがあるの？別売で収納ケース一緒の作業。さっきほど あの2ユニットサイズだったらこのサイズかな。ほらほら、エントリー ID と同じサイズがこの3ユニットサイズ、はい、これがこれ、はい、これがくるくるっと回って、すごい、このサイズ感じです。サイズ感中途半端に、これマジで買おうかな。これ一番下ですね。こんなちっちゃくなるんですよ。これめっちゃいい。足もこんなが入ってる。足は別でちょっと回ってみて。いや、まあ押し込めば入りそうです。推奨はしませんよ。推奨はしませんよ。いいね。3、4。買うなら4。うん、買うなら4だと思います。4が一番人気です。うん、やっぱり。まあ、天外で。買っちゃうね。天外で。見に来ただけなの。見に来ただけなの。いや、でもね、あんたがなんか買おうかなとは思ってたよね。あ、そう。もともと買おうと思ってた。何かしら買おうと思ってた。いや、でも本当、トモさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう回ってますんで。あ、楽しい会で よかったです。楽しかった。いや、まさかまさか横浜で一緒になれると思わなかったんで、ね、いや、本当ここしかなかったんですよ、来れるのが。あ、日程的に。日程的にいや、でも本当ね、今回楽しかったんで、アンカーの次にここで、ね、まさかスノーピークも呼んでもらえると思わなくて。次はまたアンカーあると思うんで。そうですね、ぜひまたそちらでもよろしくお願いします。よろしくお願いします。アンカーは動画にしてないもんね。そう、そう、なんか車出せないから動画してないんですよ。はい、ということで今回ですね、スノーピークのやつをパパッと回ってきました。ノーさんここで。そう、ノーさん、じゃあまた次キャンバケですかね。次多分キャンバケです。そうですよね。あ、そっか。そう、もうさすぐで、うん、じゃあまたキャンバケでもよろしくお願いします。お願いします。ちゃゆちゃん、バイバイ。はトモさんにバイバイ言って。バイバイ。さーて、よし、気になる駐車料金。入庫はね、10時20分で。10時20分で、現在が5時40分。あ、安い。2600円です。ここいいかもしれない。どこ行くのもアクセスいいし。12時間が最大なのね。入庫後12時間最大、1回限り。12時間を過ぎると時間ごと料金が加算されます。20分300円と60分になってる。じゃあ1日入庫ではない。そう、24時間じゃなくて12時間入庫だから半日は入れるよ。まあ、半日じゃ十分だよ。半日だもん。朝の10時に止めて夜の10時までいるかって言われたらね、あんまりないだろうから、ちょうど良かったのでは。あのあとスノーピーク終わってからはご飯を食べに行ったんだね、トモさんと。なかなかトモさんとあんまりゆっくり話がなかった、ね、そうそうそう。だからいつもね、この後なんか用があったりとかして、なかなかね、そういうイベントでは一緒になることができる、そこから時間があったから。スノーピークのイベントもなんか楽しかったな、うん、今回はちょっとあれだったね、あのついて一緒に回ってもらってお話伺ったり、あと開発担当の方とも喋ったから、あとはそのどう使うかを想定してるかみたいな話もね。そうそう、そうだね。あ、いいんじゃない、すごく桜木町っぽいの。およそ500m、 2週連続桜木町ね。今日綺麗だ。先週は雨だった。今回みなとみらいから帰る。今日はちょっとこの後で実家やったりとかして帰る、うん、まあ、次桜木町行くのいつかな。実家に帰ってもこっち側寄らないからね。さあ、じゃあ行こうか。帰ろう。ですね。またね、今度スノーピークのね、こういうイベントがあった。まあ、全国各地でやってるからね。そうだ。比較的行きやすいところならいい。いいものもちょっと見つけちゃったしね。そう、今日ね、予約したかったんだけどね、ちょっといろいろね、あってね、予約できなかった。まあ、ただね、発売日に連絡を別途もらうように決定したんだけどね。またそれはまたちょっとね、別の機会に注目しましょう。そうだね。物が来てから。よし、じゃあ行きますか。
と帰ろう。はい。します。くたばったもしたら、じゃあまたね、バイバイ。